どうも、はじめきよしろです。朝食ということでね、食べてるシーンをなんか流すってあんまないですからね。よいしょ、いただきます。すごい汚い飯ですね。でも美味しいです、多分。うん、冷めた。うん、うまっ。ちゃんとかも。
これ醤油だった。やば。ごちそうさまでした。いただきます。多分言ってないね。いただきました。ごちそうさまです。あ、美味しかったですね。まあね、最近なんか自分で朝食作ってるんですよ。なんかね、まあ、なんでかっていうとすごいお腹空いてるんで、で最近自分で朝食作るようになりましたね。いつもお母さんにね、お腹空いたって言って作ってたのが、最近まあ卵料理中心で、今日はね、いつもあのスクランブルエッグをで食べてたんですけど、なんかちょっとスクランブルエッグ飽きたなーって思って目玉焼き食べて、目玉焼き作ってましたけど、まあ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 、で見た目はすごい悪いですね。まあ綺麗な食卓とは言えないけど、味は全然美味しかった。まあ、あとベーコンもうちょっとしっかり焼けばよかったかな。うん、火が全然通ってない。火なんそのね、すごいせっかちなんだよね。料理は待たなきゃな。うん、やっぱね、これ汚いかな。お腹いっぱいだ。まあね、すごい汚い食卓となっております。まあ、ゲップにへ、そしてね、音を立てて食事をするとかね、まあ、これが俗に言うお食事ってやつですね。汚い食事と書いて、まあ、見ていていいもんじゃないのに、なんでこれを動画にしてるんだろうって僕は思ってるんですけど、なんか動画撮りたいなと思って、朝食動画ね。今日親がいないんで、いっぱい動画撮ってますね。うん、うん、美味しかったな。美味しかったよ。卵はうめえわ。卵ね、簡単だよ。でも目玉焼きって意外に綺麗な形は難しいよな。うん、まあ美味しかったです。まあ目玉焼きは結構中火でじっくりだったんだってことが分かりましたね。強火でやってやろうって言ったら全然下ばっかで、中火よりちょっと弱いくらいでやった方がいいのかっていうのが今日分かったことですね。あとしっかり焼く、焦げてもいいくらいにしっかり焼こうね。うん、生で食ってるからな、ベーコンも体に悪いよ。ということで、美味しい食卓でした。雑談なんでね、これで終わりでしたって締めたのにもかかわらずまだ喋り続けるっていうね。まあね、下手したらもうすぐ宅配来ちゃうか。あ、バリエーション、次朝食何食おうかな。味噌汁今度作ってみっか。魚とかいいっすよね。魚作ったりとか、うん、これね面白いんですよ。 iPhone X の画面の反射で俺の手の動きだけ分かるんですよ。俺の顔も分かった。こうやれば分かるのか。はい、皆さんが何も分からない情報を自分で言っていくっていうスタイルです。ということでね、おいしゅうございました。ほんとね、全ての生き物、食べ物、植物、命に感謝です。ほんと美味しかった。美味しい、ビニうまい、美味しい、デリシャス、マイユボーンの。ということで、次回の動画で会いましょう。ではまた次回の動画で会いましょう。バハー。まあ、特に何の意味はないですけどね。
あのね、その動画でね、リブちゃんってやったんですけど、思ったより気持ち悪くて、ちょっとね、もう無言でさするようにします。はい、ということで、まあね、お腹いっぱい、ごちそうさま、美味しかった。皆さんもね、ぜひたまには自分で朝食作ってみよって。まっ、おびくした。なんでもないです、なんでもなくないです。すいません、あの iPhone X のね、アップルの銀のマークのとこと目を合わせてました。まあ、終わりにしときますか。美味しかった。結構8時だね、朝食終わり。はい、他も隠そう。ありがとうございました。12分。